皆さん、こんにちは。水おじさんです。今日は iPhone のテキスト関連の設定を見直して、とにかく快適にしちゃおう。効率を上げて時短しちゃおうという動画になります。いつもの裏技とは違って、一回だけ、たったの一回だけ設定すれば、今後ずっと便利になる iPhone のキーボード設定5つを、いつものように丁寧に解説しながらご紹介いたします。勝手に大文字になったり、勝手にスペルが修正されたりするのは、実は設定でオフにできます。見終わる頃には最高に快適な iPhone になっていることでしょう。すべて知っているという方もいると思いますが、知らない人は知ってもらって、知っている人は私の解説でより深く理解していただいて、他の方にも教えていただければありがたいなと思います。恒例の最後のおまけ技のプラス1、こちらも楽しみにしていただきつつ、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。一つでも知らない設定があれば、ぜひ今後のためにもチャンネル登録をしておくことをお勧めいたします。それでは設定の見直しを始めていきましょう。iPhone といえば、何をするにもテキスト入力、メールに LINE に SNS だろうと YouTube の検索、コメント、単純にメモ帳への記載など、とにかくテキスト入力を使います。そのため、このテキスト入力を快適にすることが一番 iPhone ライフにとって重要になってきます。そこで今回は、すべて設定から一般キーボード、ここで出てくる画面、この画面の設定だけを見直していきます。キーボードと言われると多少めんどくさそうなイメージはあるんですけども、実は入力の設定はほぼここに集中しております。あまり見ていない、見たことがないという方が多いのが現状なので、ぜひ覚えていただければなと思います。先ほども言いましたが、ここで一回設定をしてしまえば、あとは快適に使えます。そういった設定をご紹介していきます。それでは1つ目、まずは基本から、片手用キーボードの設定になります。先ほど言った通り、設定一般キーボードから来るとこの画面になります。この画面に来た時に、片手用キーボード上の方にあるんですけども、ここが今はオフになっているんですけども、ここでキーボード自体の位置を変更することが可能です。最近は iPhone も大画面になってきたので、片手の操作で届く届かないが出てきております。もちろん両手で行えばいいんですけども、電車で立っている時とか、片方に物を持っている時などね、両手で持つのが難しいシチュエーションというのは多々あります。そんな時に、この片手用キーボードの設定をしていきましょう。片手用キーボードをタップすると、オフ、左側、右側と出てきますので、例えばこれを左側にしてメモ帳を起動してみます。はい、メモ帳を起動した状態です。そうするとキーボードがですね、これ左に寄ってるの分かりますか？で、左に寄ってます。なので、これ左手で操作するときなどは左側に寄せるっていうのが基本だと思います。はい、でも戻したいなっていうときは、ここにちょっと矢印が出てるんですけど、ここを押せば戻ります。はい、この通り前面に戻ります。ただ右左すぐ変えたいよっていう方がほとんどだと思いますので、これは設定画面に行かなくてもここですぐ変えられます。どうやるかというと、この地球儀マーク、この地球儀マークを長押しすると、一番下にキーボードの真ん中、左、右が出てくるので、右に寄せたいとき、右手で操作したいときは、こちらを押せばこのように右に寄りますので、これによって片手で簡単に操作することができます。はい、これは片手用のキーボードの設定、状況によって使い分けていきましょう。2つ目はフリック入力の設定です。フリック入力の方は絶対にしておいた方が良い設定になります。フリック入力時、あ行とかか行とかの先頭文字の同じ文字を打つときに、1文字ずつ数秒待ったり、もしくは右矢印などを押して再度文字を入力したりしていませんか？例えば、うわーと打つときに、あと打った後すぐあを押してしまうと、いになってしまうので、でどんどんこう進んでしまう、あいうえおって進んでしまうので、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、あとか押したりしてないでしょうかね。これは実はですね、設定で簡単に変更できます。先ほどの画面、設定一般キーボードと来た時にあるこの画面、この画面のちょっと下の方にあるかな入力欄のフリックのみ、ここですね、ここをオンにしてください。フリック入力のみをオンにすると、オンにしておくと、うわあ、あーと、こう、いくら連打しても、あしか入りません。はい。なので、このように、どんどん、同じ文字を打てますので、フリック入力の方は、これにしておくと、あの、地獄から解放されます。ちなみに、デフォルトはオフです。オフだった方は、オンにしておきましょう。はい。続いては、スペースの入力です。iOS 13から、英語入力時の空白入力は半角スペース、日本語入力時の空白は全角スペースとなっております。これはこれでね、嬉しい方もいらっしゃると思うんですけども、以前のように、いつでも半角
感覚スペースの方が使い勝手がいいような気が私はしています。なのでこの勝手に入ってしまう全角スペース、実は設定で常に半角スペース入力の方に変えることができます。一旦どのようなものかを見てみると、例えばここに字を打って空白と押した時に全角の場合は勝手に全角のスペースが入ってます。ここですね、あとあの間は全角スペースになってます。なんですが英語キーボードだとちゃんとスペースを押した時は半角スペースしか入らない。この A と A の間ですね、ちょっとちっちゃいですけど、この場合半角スペースしか入らない。はい、なのでこれを改善していこうという話です。でこの設定は設定から一般キーボードと進んで、ここのスマート全角スペース、これをオフにします。オフにすると先ほどの入力、例えば先ほどと同じようにあ空白あと打ってみますけど、あ空白あと打ってもこのように半角スペースになってますので、この方が便利じゃないかなと私は思いますので、よければ設定してみてください。4つ目です。4つ目はなんだか知らないけど勝手にスペルが修正されたり先頭が大文字になったりしませんかね。はい、例えばこんな感じです。例えばここでグッドと入れます。グッドと入れようとすると全然意識してないのに先頭が大文字になってたり、で例えばこの後モーニングって入れるのが正しいんですけど、 Twitter の ID とかユーザー ID だとモーニングとか R 抜いた文字だったりするじゃないですか。でここでモーニングって入れようとするとモーニング、そうするとここでエンターを押すとなぜか R が勝手に付与されてグッドモーニングと、まあ、正しくなると、まあ、正しいんですけど結構日本人には困ったりすることが多いと思うんですね。なのでこれを直していきましょう。実はこれも設定です。これもね両方デフォルトはねオンになってるので特に便利と感じていないならオフにしちゃいましょう。なんでこの2つをセットで紹介するかというと、両方合わせてオフにすることをお勧めしたいからです。これも同じ、設定から一般キーボードときたら自動修正と自動大文字入力、この2つをオフにしちゃいましょう。ダンダン、これをオフにすれば安心です。勝手に大文字にもならないし勝手にスペルが修正されたりもしません。そして5つ目は音声入力のオンオフになります。文字入力を音声で行うのはとても便利なんですけども、使わない方もたくさんいらっしゃいます。なのですがデフォルトではオンになっているので、ホームボタンなしの iPhone だと右下にこのマイクのマーク、そしてホームボタンありの iPhone SE 2などはこの左下ですね、左下に地球儀のマークとマイクのマークが出てます。特にですねホームボタンありの方ですね、ここの地球儀マークとマイクマークが並んでいるので、これがね結構ミスタッチの原因になってます。ホームボタンなしの方はちょっと離れてるのであんまりミスタッチはしないんですけども、特に使わないのであれば音声入力というのはオフにしてしまいましょう。こちらもやり方は同じで、設定一般キーボードとくるとここに音声入力というのがあります。ここはオンになってるんで、これをオフにすると音声入力をオフにするかと聞かれますので、これをオフにします。そうすると、はい、このように地球儀マークがとても押しやすくなってますね。これは本当いいと思います。でホームボタンなしの方もここのマイクマークが消えているのでミスタッチすることもなくなると思います。なので特にホームボタンありの方はここをオフにしておけばミスタッチもなくなるのでおすすめいたします。はい、それでは最後にちょっとした役立つおまけ技を紹介していきます。はい、恒例のおまけ技いきますが、ここだけは設定ではなく入力に関してちょっと知っておくと便利な技になります。実は iPhone や iPad、 こちら iPad Pro ですね、 iPad Pro とか Mac、 この Apple 関連でのコピーやペーストっていうのは全て連携しております。例えば iPhone 12のこの文字、 iPhone 12からのコピペだよというのをコピーします。このようにコピーを押して、そしたらこの iPad の方、ちょっと大きいんですけど iPad の方はここでペーストを押すと、はい、この通りこちらでコピーしたわけじゃないものがペーストを押せば、こっちのコピーがこのように簡単に写すことができます。当然これ iPhone から iPhone、 iPad から iPad、 iPad から iPhone、 Mac から iPhone、 全て可能です。はい、でここまでは知っている方多いと思うんですけども、実はこれテキストだけではなく写真なども可能です。写真が可能となると結構ね実用的になってきて、例えばこんな感じで iPad でいろいろウェブ見てた時に、お、これはこの写真をちょっと友達に送りたいなと思ったら、この写真を iPad に保存して iPad から iPhone に送って、 iPhone から LINE を起動して LINE から送信っていう風な、こんな手間を踏まなくていいです。ここで例えばコピーを押します。長押しするとコピーができますので、ここでコピーを押しておけば実はこの LINE の方でペーストできます。ペーストするとこのようにこっからコピーしてますよって出た後に、このようにもうすぐ表示されますので、あとは送信と押すだけです。これもテキスト入力だけじゃなくて写真の転送などもすごく楽になるので、こちらも合わせて覚えておくと大変便利に快適に使えるのではないかと思います。条件としては使用する機種、この場合 iPhone と iPad ですね、同じ Apple ID で入っておく必要がありますので、そこだけはご注意ください。
はい、もう iPhone といえばね、テキスト入力めっちゃ使ってると思うので、基本的な設定を紹介いたしました。一度の設定でこれだけ便利になるならやっておくほかないと思います。また、このチャンネルでは iPad が便利に使える裏技、隠し技10選とか、iPhone のバッテリーを節約する方法10選プラス1などの動画もありますので、ぜひチャンネル登録をして今後の動画でもお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、さようなら。